はいどうもこんばんは、スペカンです。今日はですねフィンガードラムとかドラムではなく僕が趣味で大好きなベイプのお話となります。僕がベイプ復活してからめちゃくちゃ良くしてくれてるお店で、これはベイプドックスっていうのはもう旧なのかな、ドッグ、今ドッグジュースって書いてあるんですよね、ツイッターの方は。まあドッグジュースさんからですねサンプルをですね送っていただきました。あの前回もグッデイっていうヘンプ系だっけかなんかのですね、まあ僕はですねおじいちゃんの味がするっていう言ったリキッドの紹介させていただいたんですが、またですね新しくですねオリジナルリキッドを作って、で、まあ、わざわざサンプルを送っていただきました。ドッグジュースの今度はスイートデイズってやつですね、バニラカスタードプリン、まあ、VCPで VG60 の PG40 の 60ml リキッドです。僕はサンプルなんでね、ちょっと少なめのやつですが、一応書いてある情報を読むと、イメージしてください。甘いホイップクリームが上に乗ったカスタードプリンを。甘いもの好きにはたまらないリキッドですので、ぜひ一度お試しください。ドッグスガールズが甘くて幸せなひとときをあなたへお届けします。みたいな、なんか書いてありますね。そんな感じで。で、まあ僕はですね、まあ、正直ね、ベイプのリキッド、まだなんか、これが最高だみたいなの、全然出会ってなくて、でなんでベイプやってるんだろうみたいな。まあ、単純にですね、僕はこういうモッドたちをただ買い集めることだけが今、趣味になってるんですが、でもやっぱりそろそろ、美味しいものとか自分に合うなっていうリキッドがないと、またやめる羽目になるなっていうのがちょっと見えてるので、まあ、探してる最中であると。で、まあそんな時にですね、まあ、甘いもの系が好きな僕に、はまあまあうってつけなんじゃないかと思われるバニラカスタードプリンの、リキッドを送ってくださったということになります。そんな感じでですね吸ってみようかなと思います。うん、今は今日はこのベイピングボーガンさんとロブポのコラボしてる、まあ、オーディンっていうパワーがすげえやつなんですけど、それとその上にですね、そのまたドフポのサンドイッチっていう、まあ、アトマイザーのっけて吸ってるんですけど、こっち美味しいですね。一応ですね、ポットでも吸ったんですよ。で、ポットだとですね、結構こうミルク感がすごすぎて、あ、ミルクっぽいなみたいな、なんかプリンっぽさがあんまりないなみたいな感じだったんですけど、こっちだと全然。あ、美味しいですね。普通に。でもやっぱバニラがちょっと強めなのかなっていう気がしますね。まあワットとかでも変わるのかな。もうちょっと上げてみる。あ、美味しい、美味しい。あ、美味しい。うん。ちょっとパワーを上げたらですね、また変わりましたね、味。飛んでないし。美味しいですちょっとね、俺あんまりなんかそのベイプの達人たちみたいになんかこう何々がどうたらこうたらでうんだらかんだらなんですよねっていうのは言えないんだよね。でもなんかまあベイプ初心者が吸った時になんかもう単純に吸えるか吸えないかとか、美味しいか美味しくないか、甘いか甘くないか、苦いか苦くないかとかっていうのも俺は必要なのかなと思っているわけですよ。で、そういう、まあ、初心者目線的な感じで言うと普通にうまいっす。あ、全然俺グッデイの時はね、なんかこう本当になんつうの、こう語彙力がなさすぎておじいちゃんの味っていう表現しかできなかったけど、これはでも俺が知ってるプリンってプッチンプリンなの。だからプッチンプリンと比べるとプリン感少ないけど、でもしつこくないんだよな、そこまで。なんか甘々じゃない。他のリキッドっていうメーカーっていうかのやつ、マスカットとかなんかそういうフルーツ系吸った時甘すぎてなんか吸えねえって思ったんだけど、これは吸えますね。
うん、美味しいです。これはなんか初心者の人とかが吸ったらいいんじゃないかな、俺みたいな。こうフルーツとか割となんかメンソールが入ってるものが多いの で僕メンソールとか実は苦手で、まあ、うっすらかかって入ってるなっていうやつぐらいまでしか吸えないんだけど、でそういう人にもおすすめかな。これメンソールが苦手だけど甘いのがちょっと気になると、でも甘すぎずがいいなみたいな人にすごく向いてるんじゃないかなと思います。だからベイプ初心者とかポットぐらいまでしか買いたくないなみたいな人とかにも多分おすすめかなと思いますね。だミルク感が好きじゃない人は無理だ、無理です。これ完全にミルク感があるので。でもまあ俺が思ったのはなんかこうピーナッツ系のナッツ系のやつも作ってくんねえかなみたいな。ピーナッツバターなんとかとか、あとチョコレート系とか、あとコーヒーだね、コーヒー系とかも、なんかこう作る時に一回ちょっとこう俺に吸わせて、なんか俺と一緒に作ってくんねえかななんか結構その舌がベイプ慣れしてる人たちってなんかその吸って味を探ったりできるんだよね。なんかソムリエみたいな感じっていうか、でなんかそれはそれでそういう人たちがこう満足する味って大事なんだけど、俺みたいに、まあ、こうビルドするのもそんなに上手じゃないし、なんだろう、いまいち調整とかも分かってない。でも、まあ、ベイプやりたいし、吸いたいみたいな人たちに向けてって考えると、なんか、こう、俺みたいな適当なやつに、こう、ちょっといっぱい試飲させて、もうちょっとこう、どうにかなんないですかね、みたいなのって結構目線的にはありだと思うんだよね。まあ、そんな感じでですね、またなんかちょっと引き続き僕はこのドッグジュースさんをもう全面的に応援しているので、またなんか新しいリキッドもどんどん作ってほしいなってすげえ思っています。なんかさっぱり系というかね、フルーツ系とかエナジードリンク系とかもなんか全然作ってもらいたいなとか思ってるし、その度に僕でよければいくらでもレビューするんでね。まあなんか他の、まあ、ベイプ関係のでなんかこう俺の動画に、俺レベルの初心者レベルの動画でもいいんであればいくらでもやりたいんですが、でもね、まあ、今はもうこのドッグジュースさんがねめちゃくちゃ良くしてくれてるので、まあ、全力で応援していますと。なのでこれ皆さんね、僕のチャンネル見てベイプに興味ある人はまあ買った方がいいと思う。これはで全グッデイに関してはちょっと癖がもう強すぎるので僕はバニーにはおすすめできないんですが、これは本当にお菓子みたいなおやつ感覚で吸えるベイプなのでめちゃくちゃおすすめです。そんな感じでお疲れ様でした。